はい、ハノイリビングの田口です。今ね、私がいますのは、包帯エリアのスワンジュー通り、目抜き通りですよね。はい、ちょっと向こうの方にはフレーザースイートがもうすぐそこに見えてますが、このスワンジュー通り沿いはね、もういろんなサービスアパートとかお店がね、ずらーっとこの軒を連ねてましてね、はい、いい立地なんですよね。開けばすぐに店舗だったら速攻で決まる、少々高くても決まる。はい、でここはね、今日ご紹介するのはこのね68スワンジューのこのサービスアパートです。はい、このサービスアパートですね。で、1階がこういうね、鍵がかかってて、まあ、鍵をお客様にはお渡ししますので自由に出入りできる。はい、でね、全部で9部屋あるんですよね。2ベッドルームが4部屋、85平米の2ベッドが4部屋、90平米の広い2ベッドが4部屋、合計8部屋に1部屋だけ5階に、200平米の4ベッドルームがあります。VIP ルーム、その1部屋だけね、合計で9部屋、はい、1階から5階で、6階から上は6、7、8かな、3フロアはもうオーナーさんがお住まいになってます。はい、オーナーが住むサービスアパートです。オーナーが住むサービスアパートなんで、いい仕様がいいですよね。自分の居宅として今工事してるわけですから、はい、その派生的な考えで、同じような仕様で全部部屋作ってるんで、なかなかな、はい、なかなかな、部屋のグレードです。でなかなかに家賃も高いということですよね。はい、この、 レイクビューがスカッと見えるね、この立地ですよ。はい、この向きと反対側の蓮池側の向きと2つあるんですよね。はい、まずね、2種類の2ベッドルームとその VIP ルームの4ベッドルームをこれからカメラにね、入れてきますので、じゃあ中に入っていきますね。はい、階段で入り口入って、中2階みたいな感じでね、ここが受付になるんですよね。でこのフロアは多分店舗だと思います。まだね契約はされていない感じ、結構広いですよね。はい、でここがエレベーターで、この上に、まあ、アパートメントがあるんですけど、あとはオーナーさんの居宅があるんですけど、はい、このねスカッと広いこの感じ、内装ももう出来上がってて、エアコンももうビルトインが2箇所ついてますよね。うん、で Wi-Fi モデムなんかもあって、もう消防法のそういうスプリンクラーとかも全部仕上がってる感じ。はいはい、うん、こんな感じですよね。はい、これもまあ店舗として空いてるんですけど、まあこれがいくらかちょっと分かりません。はい、このスワンジュー通り沿いでお店をやりたいという方は結構いい立地じゃないかなと思いますね。はい、じゃあこれから部屋ですね、撮っていきます。4階に上がってきました。ワンフロアに2部屋あるんですよね。はい、4階と5階、要は1階から5階までがご提供するアパートですね。で6階から上はここのオーナーさんがお金持ちでしょうね、住んでらっしゃるんですよね。はい、なのでオーナーが住んでいるアパートなので、まあ自分のね住処として作っていることもあるので、ちゃんと作られてるケースが多いと。はい、本当貸すだけの賃貸アパートを単価を下げて作るっていうオーナーもいるんですけど、ここは自分が住んでるんで自らそれなりのものになってるということですね。はい、まずね部屋の形をね見てもらいましょう。2ベッドルームからなんですよ。1ベッドルームっていうものがここにはありません。はい、こちらも全部2ベッド。ちょっとまず部屋の形からね見ていただきましょう。入り口入って、はい、こちらにこういうまあ収納があって、洗濯機なんかがあって、でキッチンがありますよね。で向こうがバルコニーですね。でここがサブのベッドルーム。はい、この扉の向こうはシャワールームですね。シャワールームがあります。収納も結構ね凝ってる収納、後で見ますけど、うん、キッチンがあって、はい、でここがサブのお手洗い、サブのお手洗いなんですけど、今のサブベッドルームからもアクセスできるっていうね、今ここ見ましたよね、うん、こんな風になってる、扉が 2way ですね。リビング側からも入れるし、サブベッドルームからも入れますよと。はい、でこういうなってて、でここがメインベッドルームですね。メインベッドルーム、はい、でかいですね。キングサイズかな、大きな、はい、ベッドがあってバルコニーがついてると、もうこれはもう圧巻のスワンジュー通り沿い。はい、レイクビューがスカーッと見えますね。4階です、うん、向こうにシェラトンホテルが見えてますね。
はい、でメインベッドルームに通じるバスルームがここにあります。バスタブはあるんですがお湯タンクなので50リットル、うん、ですのでちょっと肩までは難しいかなと思いますが、継ぎ足し継ぎ足しでやっていただくと1回だけね継ぎ足していただけるとまあ入れるかなと思いますけどね。はい、っていう風なこんな感じです。これがまず、はい、片方これがね90平米の2ベッドルーム。じゃあもう一つの2ベッド見ましょうか。ちょっとだけ狭くなって85平米、85平米の2ベッドルーム。入り口入ってリビングダイニングキッチンがボーンとあって、入り口の際に、うん、あのお手洗いバスルームがあって、ここに、はい、乾燥機能付きの洗濯機がありますよと、うんですね、こうなっちゃうんですよね廊下とかなくて。でここに奥に2つベッドルームがありますよと。これがサブのベッドルーム、はい、サブのベッドルームが来て、こちらがメインのベッドルームが来ると、うん、でメインベッドルームには、はい、バスタブ付きのお手洗いシャワールームがありますと、うん、こんな感じ。これが85平米の2ベッドルームね、じゃあ細かく見ていきましょう。まずじゃあ90平米の広い方からいきましょうか、うん、向きがねワンフロアに2つっていうことはスワン住通り沿い、こっちがスワン住通り沿いですよね。向こうがその裏側 裏の蓮池向きですよね。どうしてもスワン住通り沿いのアパートはこうなっちゃうんですけど、はい、まずねこれサムスンの、乾燥機能付きの洗濯機だと思いますね、はい、があります。棚があってね、でここも下足箱かな、下足箱があって、まあ棚を切ってて、はい、上もねこういうね、ああこんななってるのか、上が天袋か、はい、で冷蔵庫があって、まあ2ベッドとはいえ単身もしくはご夫婦カップル連れ向けかなっていう気はしますね、うん、があって、一口のキッチンシンク、最近キッチンシンクは広いですよね、はい、で二口の IH のクッキングヒーターで電子レンジ、東芝の電子レンジがあって、まあ、ライスクッカーがあります。ウォーターサーバーなんかもねあって、ここに入れて、まあ、こうちゃんとね扉までついて押してね、うん、熱湯出ると危ないので、これ小さなお子様いらっしゃる家庭はこれを求められるんですよねこのタイプですね、うん、でなってて、で際の方にサブベッドですね、サブベッドルームがあります。ベッドの感じがなんか豪華な感じでね、はい、でサブベッドは外に面してないんですけど、吹き抜けに面しているようにね、こういうふうに吹き抜きを切ってる。もちろんあの窓は開閉できます、うん、ここも風通しを取ることはできます。で収納がね、これ何この引き戸、ここにクローゼットがあって、上は天袋なってて、こういうねなんかこうすごいおしゃれな感じの棚がつくんですよね。で、ここも、はい、引っ掛ける。で下はセーフティーボックスがありますよと、うん、こういう上が天袋ですよね、こういう収納で、この奥はさっきお見せしましたけど、はい、サブのバスルームがあります、うん、お手洗い、洗面、グラスシャワー、まあ、ここも50リットルですから、まあ、あのお一人でシャワーをもう洗い切る分に関しては全然お湯の量は問題ありませんね、はい、両サイドにはキャビネットがあって、読書灯まではつきませんけど、またそれもね必要な場合は交渉します。ダイキンの最新型のエアコンですね、で暖房完備でタイマー設定もできますから2時間後に切れるっていう、そういう設定でお休みいただくことができますよと、うん、こっちからも今のね、うん、はい、バスルームとお手洗いに、侵入することはできますと、うん、全部エアコンはビルトインですよね、全部ダイキンのビルトインエアコンが入ってます、はい、で、ダイニングテーブルがあって、ソファーですね、はい、いいですよね、まあなんかこう重厚感があるというか、このフローリングがなんともね、これは何だろう、本木じゃないかな、本木じゃない感じは、タイルのようなフローリング調のタイルかもしれませんね、はい、あの木の温かみぐらいはないですけど、まあでもまあ見た目がいい感じですよね、うん、でキャスパーの、アメリカのキャスパーのテレビが来て、でここがメインベッドルームですよね。
これもでかいですね。はい、でかい、キングサイズで、収納は同じように、さっきと同じようなこういう収納が来て、でここもこう角にコーナーにね、はい、壁面に棚が来て、でこの先は、洗面、お手洗い、バスタブ、ウォッシュレットまではついてないんですよね。だけど、まあ、ヒップシャワーみたいなものをこうつけてくれてます。これで洗浄してください。お湯タンクは50リットルです。はい、こんな感じでね、テレビがね、これね、なんかこれどうなってんだろうなって思うんですけど、今先ほど気がつきましたが、普通ここで座ってみますよね、テレビね。でメインベッドの方でお休みしようと思ったら、ポイッと、まあ、忍者みたいにですね、くるっと回転するんですよね。回転して、でこちらで見ると、はい、なんとね、こんなことやる、はあはあはあ、まあよく今まで見たことありますけど、ちょうどリビングの横にメインベッドがあるので、はい、くるくる回してね、どっちでも見れますよというね、風にしてくれてるのと、はい、これがもう30通り沿い、ああいいですね。あそこに電源があるので、バーベキューをやろうと思ったらできるんでしょうね、おそらくね。はい、買い物はあそこにあるフレーザースイート、フレーザースイート、あそこに行くと1階に、はい、シリエナショッピングセンターが1階2階かあるんで、あそこでもウィンマートとかアナムグルメマーケットがあるんで、何でも揃いますね。何でも、ちょっと歩きますけど、ここなので歩いて2分か3分ぐらいかな、近いですけどもね。はい、でこの包帯、湖のこの景色、はい、向こうにはシェラトンホテルがあってっていうね、こういう感じです。まあ、この辺りもね、あの隣もなんかお店ができるみたいで、キックボクシング、キックボクシング、ムエタイ、なんかそういうフィットネスジムなんかもありますよね。はい、こういうのがあります。はい、これがスワンジュー通り沿い側の90平米の2ベッドルームですね。家賃等はね、概要欄に見てください。もう1000ドルは優に超えます。そんな安くはありません。結構お金かかってるんで、オーナーさんは結構強気ですね。はい、あの詳しくは概要欄を見てください。はい、それ と、もう一つのね、はい、あの行きましょうか。もう一つの2ベッドルーム、これが85平米の方ですね。裏側に面してますよね。で、まあ、さっき言いましたけど、サブのバスルーム、トイレ、これも、乾燥機能付きの洗濯機があって、上に棚があって、はい、でこれダイニングテーブル、もうこれはこういうふうな設置するしかないかなっていう気はします。ソファーとかがしっかりね、コーヒーテーブル、ラグ、結構いいものを入れてるんだろうなという気はします。はい、電子レンジがあって、2口のキッチン、IH のクッキングヒーター、テレビですね、キャスパーのテレビですね。はい、一口のキッチンシンクが来て、はい、LG の、冷蔵庫ね。まあ、あのサービスアパートですから、はい、あのこういうお鍋、大中小、フライパンね、こういうものとか、まあ、いろんな細々とした、お全部揃えてますね。チョップスティック、シルバー系、だからもう何でしょうね、のキッチン周りのものっていうのはあんまり用意しなくても、はい、まな板も包丁もちゃんとね、ピーラーなんかも入れてくれてるので、はい、特に問題ないかなと。はい、この下に旬の浄水器入れようと思っても、ちゃんと電源もありますから、はい、入れることは多分できると思います。はい、でここがちょっと引っ掛けて、こういうね、まな板とかチョップスティック、ここに置いておくっていう。上も棚があって、お皿が多分あるんかな。あ、お皿をちゃんと用意してくれてますよね。もう飽きの来ない白いお皿、はい、を置いてくれています。グラス類もちゃんと、カップ類もあります。はい、こんな感じですね。あ、ポットね、ポットもね、もちろん、はい、あります。でウォーターサーバーも全部一緒ですね、規格は一緒です。はい、いいウォーターサーバーですこれね。これ85平米で、この奥に、ベッドルームが2つあるんですよね。メインから行きましょうか。メインベッドルーム、棚は同じですね。はい、クローゼットがありますと、ベッドですね。これも、まあ、これはキングじゃないかな、ちょっと小さめかな。はい、で鏡台なんかがあるんですけど、鏡がないなっていうね、ちょっとそれは交渉ですけど。でここにとりあえず、はい、あのセーフティーボックスを置いてますが、はい、一応ね、あの置き場所は棚の中でもクローゼットの中でもいいんですけど。でここが裏側の撥水器向き、
蓮池向き、うん、この蓮池はね綺麗です。本当に今すごくね蓮の池なんかがねこう生い茂る時は船でねこうノンラーかぶった方がこうバーッと来て蓮の花を取ったり草を取ったりねされてます。これずっとここね池なんですよね、うん、でもね全然匂いとかつかずに本当にねすごく綺麗な緑があるってことは浄化されてるんで綺麗だと思いますよね。でこの周りちょっと、ね、遊歩道を今作る工事をしてます。下もねわーっとこの池の周りをゆっくり散歩できる遊歩道を今作ってると思います。向こうの方にこれ建物の陰で見えないですけど行くとわーっと工事してる様子は見えますけどもうちょっとだと思うんですよね。はい、一応こういうテーブルと椅子があります。これは電源あるんかな。ないか。ここは電源がないか。ここは電源はつかないか。さっきはありましたよね。はい、ちょっとここはできないかな。でカーテン、レースのカーテンと遮光カーテンが2枚ちゃんとあって、はい、寝るときはもう完全に暗くして寝ると、はい、いうことですよね。テレビももちろんあります。リビングにもあってメインベッドにもあります。でバスルームがありますよね。こんな感じです。はい、換気扇もちゃんとついてます。はい、お湯のリッター数は50リットルですから、まあシャワーでは全然問題ないですけど、バスタブに1回熱いの入れた後に2、30分ぐらい待って復活しますから、これもう1回注ぎ足すと、それで入っていただくということであればいけるかなと思いますね。はい、この感じ、はい、こっちの方が安いですよね。85平米、向こうが90平米です。はい、蓮池側の方が逆にこっちの方が静かだと思いますね。うん、スワンジュー通りやっぱ下ちょっと若干道走るので、クラクションの音とかがパンパンパンってこう聞こえるかもしれません。うん、2つどちらでもお好きな方をということですよね。はい、2ベッドルーム、85平米の2ベッドとこちら90平米の2ベッドルーム。はい、この2つがありますね。はい、でサービスアパートですからもちろん税金も管理費も、税金っていうのは納税をね、オーナーさん納税をしてくれるので、レッドインボイスはちゃんと家賃のレッドインボイスは切りますから、ベトナム法人の名義での契約はもちろんできます。経費で落とすことができますね。はい、あとはもうハウスキーピングのサービスとか、はい、インターネットの利用料とか、はい、理念交換とか、はい、全部つきますが、水道光熱費は別途です。水道光熱費は別途で、で水は安いんでね、月に15万ドンぐらい別に、はい、払ってくださいですけど、それも家賃に入れることはできます。もちろん、はい、入れることはできます。細かいインクルードサービスも概要欄に入れておきますので、そちらをご覧ください。はい、ベトナムの、ハノイの大砲包帯エリア、湖のねこの包帯エリアっていうのは人気があり、スワンジュー通り沿いってなかなか出てこないんですよね。路地の先に行ったところに行くともう少し安くはなるんですけど、そうするとこのレイクビューが望めないんですよね。レイクビューはスワンジュー通り沿いのこちら90平米のお部屋であればレイクビューは望めますけども、さっきの85平米は裏側ですから反対側なんで、はい、蓮池ビューになるんですよね。はい、どうでしょう。はい、内覧等ねご希望があればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。はい、三十通り沿いにできている新築のサービスアパート、ちょっと豪華な、はい、豪華な、仕様の、サービスアパートのご紹介です。以上で終わります。